はい。おはようございます。佐藤でございます。えー、本日もご相談いただきましたのでお答えしていきたいと思います。えー、今日のテーマですね。初めての営業職ということで、えー、転職をして営業職に就かれた方からご相談をいただきましたのでお答えしていきたいと思います。年明けから部署が変わったりとか、転職をして新しいキャリアスタートしますみたいな感じの方も最近多いですね。はい。えー、昨日もそうでしたか。はい。 では、今日のご相談内容は、えー、年明けから営業職に転職します、えー。自分で決めたこととはいえ、これまで事務をやってきましたが、もっと稼ぎたいと思い営業に転職しました。とはいえ、えー、これまでずっと事務をやっていたので、今更ですが、自分にできるのか不安を感じています。ということで、ご相談をいただきました。まあ、転職するとで、特に初めての営業職となると、まあ、営業って、まあ、営業のコンサルやってる私が言うのもちょっと悲しいことですが、あんまその営業職自体にポジティブな印象を持たれていないので、 なんか初めてやるっていう方で行くと、これから何させられるんだろうみたいなこととかですね。これから飛び込みとかテレアポとか、なんかめちゃくちゃ断られるんだろうな、みたいなこととか、なんか不安なことの方が、あの、多いかなと思いますので、まあそういった点も踏まえて、まあどんなところでギャップを感じやすいかとかですね。その点を今日お話しさせてください。はい。ということで、えっ、ー、と、まずポイントとして、まずギャップを感じやすい部分ですね。えー、特にまあ、 他の職種から営業に来たときっていうので、一番ギャップを感じやすいポイントっていうのは、大きく3つあると思ってるんですが、一番大きいのがやっぱり成果の明確化だと思ってます。例えばアポイント1件、アポイント取るにはしても、自分は5件取れてた。けど、周りでは10件取れてる人がいるとかですね。えー、売り上げ。私は今月100万だった。 けど周りでは実は3000万売ってた人がいたとかですね。そういうふうに自分がどれだけの成果を出しているかどうかっていう点と、他の人がどれだけ成果を出しているのかって比較がすごくしやすいんですよね。これも純粋に売り上げとか受注件数、アポ件数みたいな形で、営業が追っていく数字っていうのがもう明確に決まっていて、それが個人に課せられているので、えー、自分がどれだけやっているのか、周りはどれだけその比較がどうなのかっていうことが明確に見えちゃうんですよ。 なので、ここで苦しむ人っていうのは結構多い印象を持ってます。あ自分全然できてないんだとかですね。あ目標にこんなに足りてないんだみたいなところで。まあ、そうやって目標と現実の改良をしっかり見ることは大事なんですけど、そこで自信をなくしちゃう人も多いということですね。まあ、ほとんど最小っていうことであれば、まあ、会社からすればですよ。あのどんどん早く成果出してねっていうところ前提はありつつも、まあ、なかなかいきなりっていうのは難しいケースもあると思います。 なので、まあ、そこでまず成果が出てないからって言って、まあ、自信をなくしてしまうのではなくて、じゃあそこから先何ができるのかっていうふうにポジティブに考えてもらえるといいなというところです。まあ、成果が出てないときはね、あのそんなポジティブに考えられないよっていう話もあるんですけど、まあ、ここはもう営業職にチャレンジしたのであれば、まあ、そこは仕方がないと割り切っていくしかないかなというところと、まあ、逆にですね、そこで悲しくなったりとか不安になったりする部分で一番大きいのが、その目標 が達成できてなかったりとか、他の人が大きい姿勢が出てるのに自分だけ小さいみたいな時に、その差を埋める施策が出てない時なんですよ。これやれば絶対達成できるなとか、これやれば絶対売上が伸びるはずっていうような、えー ことを考えられない状況であったりとか、全然イメージが持てない時っていうのが一番辛いので、できる限り成果が出てる出てないに関わらず、たくさんやれることとかやりたいこと、成果を出すためですね、を考えてもらえると営業の仕事っていうのはうポジティブに捉えられると思うので、なんかもと悩むではなくて、困った時にはとにかくやれそうなこと、やりたいこと、やるべきことを書き出してみる。ここはすごく大事なポイントかなと思ってます。はい。 で、あと二つ、えっと、営業職にチャレンジする上でギャップに感じやすい部分が、仕事のスタートが他の仕事と違ってですね、こちらからのお願いか、もしくは相手からのお断りがスタートになるっていうのも結構大きいギャップを感じる部分だと思います。例えば今回の方で行くと、事務職からということですけど、事務のお仕事っていうのは結構お仕事も既に決まってたりするじゃないですか。あとは、これやっといてね、みたいな感じで仕事が降ってくる、お願いされる。 みたいなケースが多いと思うんですけど、営業逆でお願いをしに行くことが役割にもなってくるので、自分から頭を下げるみたいなところに抵抗を感じるっていう人は結構多いんですよね。で、かつあのテレアポとか飛び込みやっていただくとわかりますが、とにかく断られるんですよ。本当に。もうこういうのなくしたいと思ってやってるんですけど、私は。 けど、大半の仕事、営業職の仕事っていうのが、その、まあ、飛び込みとかテレアポとかですね。あの前に調べた調査でですね、新規開拓営業で今一番力入って何ですかって言って、未だに飛び込みテレアポなんですよ。 もうとにかくプッシュしてこいと、えー、とにかく行ってこいという、また答えのような営業ですね。未だに多くの会社がそこがまあ注力ポイントになっているので、まあ、今回転職される方の会社がどういう営業スタイルなのかわからないですけど、まあ、営業のスタートはやっぱりお願いする、もしくは断られるってことがスタートで多いので、ここも結構ギャップを感じやすい部分ですね。あと結構見落としがちなところが移動の多さ。 ですね。これ、まあ、対面営業中心の話になっちゃいますけど、まあ、車であり、電車であり、移動が多いんですよ。で、他の仕事と比べて圧倒的に多いのが、やっぱここですね。移動疲れをしちゃう人っていうのも結構多いので、まあ、この3つ、成果が明確になってしまう分、まあ、いい部分でもあれば悪い部分でもあるんですが、まあ、目標との乖離だったりとか、周りとの比較っていうのができてしまう。まあ、そこで自信をなくしがちっていうのが一つ。 あとは仕事のスタート、営業職としての仕事のスタートっていうのが、お願いもしくはおこ、お願いするもしくはお断りされるっていうところがスタートになるので、ここも結構大きいところですね。あと見落としがちなのが移動の多さっていうところがストレスになるケースがありますよというところです。この3つが今までとちょっと違うんだなっていうことを意識してもらって、営業の仕事のスタートラインでやってもらえるといいかなと。 思います。で、えっ、ー、と、具体的に何すべきかっていうところなんですけど、まずですね、やってほしいのは、慣れるために、ちょっとゆっくりやろうじゃなくて、とにかくスタートダッシュを切った方がいいです。できるように頑張った方がいいですね。これも結果が出る出ない出た、出るに越したことないんですが、最初一生懸命ゴリゴリやっていくっていう風な印象を周りに持たせたいんですよ。 これ私が転職のお手伝いするときとかもよく言ってることで、とにかく最初の1ヶ月はちょっと頑張ろうみたいな話をしてるんですけど、あの、これ新卒とかでも同じなんですけどね。あの、最初、この子仕事できるな、こいつ仕事できるなって思ってもらえると、社内でできた仕事とかお願いされやすいんですよ。そうなってくると、おあの、仕事って基本仕事ができる人に集まるんですよね。で、仕事ができるできないってどう決まってるかっていうと、印象なんですよ。 なんでもちろん、成果が出てるっていうことが続けば、そういう印象がねつくんですけど、最初、こいつすげえなみたいな印象を持ってもらうと、大きい仕事が最初から入ってくるんですよね。で、大きい仕事っていうのは、結構もうすでにもうレールが引かれてたりとか、あとはしっかり進めるだけみたいな仕事も多かったりするので、仕事を社内からもらえるような状況もしっかり作っておくとか、そういう状況になっていれば、 大きいクライアント任せてもらえるとかですね。そういうことも起こるので、ぜひ、あの、慣れるまではちょっと様子を見ながらじゃなくて、とにかくスタート出し切れるようにゴリゴリ動いてほしいなというのが、もうお願いですよ。あの、営業職はじめにされる方に関しては。で、そのためにやるべきことはですね、とにかく自我流にしないことですね。我流で動くんじゃなくて、マニュアルとかスクリプトがあるのであれば、まずそれを徹底しましょうというところです。でもう一つは先輩社員の模倣ですね。とにかく真似。 ガリを排除するんです、最初は。先輩社員の真似。ただ、真似ちゃいけない人がいるんで、どんな人が成果出てない人です。ただ、成果出てない人のモノマネしないでね、と。成果出てない人のモノマネをすれば、当然成果が出ないんで。それゃそうですね。真似してる人が成果出てないんで。 なので、マニュアルとかスクリプトがあるのであれば、まずそこを徹底するで。できる、売れている、成果が出ている先輩社員の真似をする。これ、自分なりっていうのをまず作るんじゃなくて、できている人の真似から自分なりを後からつけていくんで、そこを間、まあ、違えないようにしてもらいたいなと思います。はい。で、えっ、ー、と、最後。相談できる人ですね。これ見つけといてほしいんですよ。あの、営業職って孤独になりがちなんですよ。 なので、あの、相談ができない状況、特に最初って誰に相談していいか分かんないとか、誰に話していいかすら分かんないみたいなことも多いと思うんですけど、一人でいいんで、相談できる人を見つけといてください。あの、それだけで、あの、営業の、まあ、辛さってだいぶ軽減されるんで、営業が本当に辛いのってね、あの、孤独だからだと思うんですよ。相談できる人もいないとか、もう自分でなんか全部やるしかないみたいな状況が一番辛いんで、相談相手を見つけといてほしいなと。 思います。なんでも,もしいなければ私に言ってください。まあそういう場作りしてるんでね。はい。ちょっと最後宣伝っぽくなっちゃいましたが、とにかく営業で成果を出すためには、スタートダッシュを切るために、えー、画流を配用。スクリプトマニアがあれば、それを徹底的に使い込むと。で、成果が出ている先輩を真似る。で、相談できる相手を見つけておく。 相談相手もですね、しっかり成果が出てる人にしてくださいね。成果が出てない人とかだと、なんか慣れ合いになって、しょうがないよみたいな感じで終わっちゃうんで、あの前向きな建設的な話ができる相談相手を見つけてほしいなと思います、はい。今年もあと3日、昨日もあと4日って言いましたけどね、えー、2 9 30、30日と、年明けからだと7日からが多いんですかね、えー、年明けから新しくまた営業職で頑張れる方もたくさんいると思いますので、えー、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。 ということで、えっ、ー、と、本日は転職で初めての営業職に就きますと、そこで不安を感じているのかどうすればいいですかということでご相談いただいたのでお答えさせていただきました。引き続きご質問ご相談あれば LINE の方いただければと思います。本日は以上です。はい、えー、本日もお届けさせていただきました。パンダラジオでございました。えー、毎日8時からですね、えー、いろんな営業やキャリアのご質問をお答えしておりますので、ぜひチャンネル登録、あと LINE アウトの登録いただけたら嬉しいです。どんどん。 ご質問いただければ、そちらにお答えしていきたいと思いますので、ご質問もお待ちしております。本日は以上です。